はい、どうも、ピッチピッチーなテクタンと申します。ドラゴンクエスト11実況プレイパート160、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、これ、過ぎ去りし時の最果て。まあ、またなんかと戦うんでしょうけど。でしょうけど。わあ、急に、ゴールデンニズゼルファやん。ちょっと待って。戦うんやろうけどっていうちょっと話の続きからさせて。まあ、勝てるかね、どうかわかんない。だいたい一回は負けるから、まあ、負けるかもしれないけど、とりあえずね、戦ってみましょう。私はすべての時間と空間を破壊し、この世界に滅びをもたらす時の破壊者。時の破壊者ね。ゴールデンニズゼルファーじゃないのね。勇者分担よ。我が配下を倒し、ここまでたどり着いたことは褒めてある。ありがとうございます。コントローラーめっちゃガチャっと落としてもた。だが、お前たちは私が想像する新たな世界には必要ない。必要ないって言われても困るんですよね。お前たちのその存在、憎き歴代勇者の記憶とともに、時の彼方に葬ってくれよ。失礼やな、憎きって。まあ、戦うわけないけど、やっぱ腕別々、まあ、さっきと同じ感じで今度も戦っていこうかな。グレイグ将軍。どんな感じやったかな。ベロニカちゃんを入れよう。いや、まだいいや。ブンタン。おじいちゃんで。いや、この人でもルカにしてもなんかええことあるかな。あれ、とりあえずさ、ニズゼルファ戦と同じ感じで行ってみる？ってことは、グレイグ将軍、ブーンタン、ベロニカちゃん、セーニャちゃんで、グレイグ将軍が、仁王立ちして、ブーンタンが、覇王ザンで、ベロニカちゃんがイオグランデで、最初はベホマラにしとくか、っていう感じでね。さあ、この人何してくる？あ、でも、この人もさ、闇の衣まとってるんかな？それはまあ、文見たらわかるか。はい、とりあえず受けてもらって、灼熱の炎も全部受けてもらいまして、覇王山を打ってみてどんぐらい効く？ああ、結構通ってるね。この人自体は闇の衣はまとってないね。まあ、一ターンで1000あるかないか、1000ないけど、1000ないぐらい。食らうわけね。オッケーです。じゃあ、そんな感じで戦っていけばいいかな。どうしよう。ベホまで行くか。はい。まあ、きっとね、仁王立ちがいい感じで引いてくれるに違いない。うん。二次元の霧。あ、悪い状態になってもだ、なってもだ。グレイグ将軍、なんかあれじゃない、麻痺かなんかしてへん。マヌーサ、え、マヌーサだけ。そっか、じゃあどうしようかな。ちょっとエアコンつけますね。ちょっとエアコンつけますね。ポチッとな。暑い。あ、グレイグ将軍がそれならば、一回セーニャちゃんをシルビアちゃんと入れ替えて、大魔人斬りをしつつ、あ、ブンタンが寝てるんか。ならば、ブンタンとセーニャちゃんを入れ替えて、大魔人斬りはする。で、セーニャちゃんがベホマズンを打って、ベロニカちゃんがイオグランで、シルビアちゃん何する？何する？ジャスティス！正義の力。いいやん、かっこいい、これしよう。はい、大魔人斬りを食らわして、マホトーン。あ、ベロニカちゃんにマホトーンじゃなかったらいいです。痛い。やめて、ベロニカちゃんだけはやめて。よし、イオグランデが、通る。これが私のジャスティス！うーは、なんか、シルビアちゃんのさ、技、セリフ多ない？お、結構食らうやん。さすがジャスティス。ベロニカちゃんとシルビアちゃんって別に連携ないやろ。
そういう関係性ないやろ。マヒャダイン。女神の息吹は一定の時間仲間一人の MP を自動回復フラッシュショット。はんはん。シルビアちゃんは灼熱キス。猛毒のキスが降り注ぐ。猛毒のキスしてもなぁ。セーニャちゃんで、一回ベホマズンしといて、ベロニカちゃんで、このジャスティスがすごいから、ジャスティスしよう、ジャスティス。正義は大事で、痛そう痛そう何今の痛そう。いや、そんなにやった。あ、なにこれこれ何あー、グレイグ将軍起きてください。ベホマズンにしといてよかった。はい、私のジャスティス。はい、ベホマズンで、あーどうしよっかな。結構 MP って言おった MP 残ってるからこれするか。グレイブ将軍あれ起きたのちゃんと。えらいね。呪文じゃなくて呪文封じられておるか。これしよう。これいや、ちょっと待ってよ。いいでしょう。いいでしょう。とりあえず行こう。はい、クロスバダンテ、お願い。なんか、ええ感じで。あー、腕落ちた。とりあえずよし。バギムーチョ。回復担当がおらへんからな。あー、グレイブ将軍寝たね。さあ、ここでありがとうということで、入れ替え障害でグレイグ将軍はとりあえず起こす、シルビアちゃんで起こすとして、ブンタン、おじいちゃん、こんな感じでいきましょう。シルビアちゃんの畑みたいなやつ、ツッコミ？これで眠りは改善できる。ブンタン寝てたの？いつ寝たのあんた。いつ寝たの？マルティナちゃんを呼び出そうじゃ。シルビアちゃんにじゃあ突っ込んでもらって、マルティナちゃんの、どれにしようかな。あ、これ雷光一線突きをしてもらって、ベホマラーをしよう。あー、失敗したか。ヨグランでやめて、いてつく波動、まあ、いてつく波動はいいでしょう。で、目を覚ましてもらい。よし。じゃあ入れ替えで、マルティナちゃんとブンタンを入れ替えて、今度ブンタン起こそう。これ、蒼天魔弾。うん。で、いかなー。で、シルビアちゃんのツッコミを待つ。ツッコミ待ちをする。あれ？あ、じゃあこれ魔法や。ツッコミをブンタンにして、おじいちゃんのベホマラン。いや、寝てるんですけど。僕寝てるんです。えへへ、何？何やった今の時間。何やったんすか。ちょっとわざわざさ、技選択した私の時間をちょっと返して。で、おじいちゃんベホマラーね。ブンタンずっと寝てるし。輝く息。えいし、ブンタン起きました。なんで？なんでミスんの？蒼天魔弾、ジャスティス。ジャスティス、ジャスティス。え、ブンタンでベホマズンで、おじいちゃんは？おじいちゃんは？おじいちゃんグランドクロス？イテスカード、まあいいでしょう。特に何もしてません。あ、もう、すぐ時を奪う。牛乳飲みます。この人のヒッピーはいくらなんやろうね。1万ぐらいかな。もうちょいかな。グランドクロスでいっかな。とりあえず無敵に笑ってる。あー、腕こんにちは。まだあれか。時は戻らない。さっき一瞬で戻ったのにね。あ、ボミオスね、久しぶりに見たね。
速さが下げられてしもうた。ちょっと、回復しよう。ベホーマット。はい。ここで死んだらどうなるん？無理やり時が動かされるね。効かない、効かない。悪い状態。なになになに、マヌーサぐらいやったりですけど。あ、休み。嫌だなぁ。じゃあ、マルティナちゃんに来てもらおう。あ、そっか、マヌーサーなってるから、これも当たりにくいってこと？じゃあ、仁王立ちして、この休みって一回休みってだけ？じゃあ、ジャスティスして、マルティナちゃんの雷光一閃突き。魔法トーンが溶けたね。シルビアちゃん、あれやな、ハッスルしとけばよかったな。よし、よし。なんか絵のある？あの、青春の1ページしよう、マルティナちゃんで。はい、はい。で、グレイグ将軍が、仁王立ち、シルビアちゃんで、ジャスティス、ブンタンで、ベホマズン。オッケー！気持ちいい！ということで、気持ちよさで、攻撃するけど、そんな大したことはなかったと。あ、マナーさ溶けた、ナイス！よし、回復して、よしよしよし。これでグレイグ将軍が、攻撃できるぞ。これ。一回ハッスルにしといて、全体攻撃もね、ちょいちょい入れつつしよう。全体攻撃。そういえば、なんか良さそうなんなかったっけ？これ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 。全体を攻撃し、ヒッピーを吸い取って、稀に眠らせる。ちょっとやってみたい。うん、全体に300通って、傷も回復。何したん今歪ませるって。何された？当たるね。あれ全然効かへん。ダメじゃないですか、グレイグ将軍。もっと絵のある？無心攻撃しちゃう。でもね、真ん中倒したいからな。これ真ん中倒したらどうなるんやろ。天下無双の6回攻撃。右左とかもう消えちゃうんかな。敵の守備力を下げることもある。あ、これしたい。まだハッスルでいいでしょう。で、覇王ザンで、このサキバスウィンク。はぁ、あ。サキバスよーん。魅了されなさい。力解き放た、怖いな。え？あ、あ、手がなくなりました。よし、オッケー。守備力かなり下げた、ほんまか？マルティナちゃんとブンタンがぞ、グレイグ将軍も。これはグレイグ将軍の、まずはこれ、大魔神斬りで真ん中。で、シルビアちゃんの、ジャスティースで、ブンタンのベホマズンで、サキュバスウィンク。はい、大魔神斬り、ドン。サキュバスウィンクで、マルティナちゃんが回復する。あんまりやったー。分断に効かない。うー、悪い状態。やめて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 。マルティナちゃんが、マルティナちゃんが、あー、マルティナちゃん。今そういう状態ね。そういう状態ね。どうしようかな。マルティナちゃんを蘇らせた上で、分断で回復して、よし、それで行こう。なんかいい連携ある？シルビアちゃん。フォーリンラブ？何それ？デスドリーム。とりあえず、シルビアちゃん攻撃でも良い。これを、じゃあ、時の破壊者にして、グレイウ将軍がザオリクをして、ブンタンはベホマズン。はい、ラリホを唱えて、おやすみ。で、デスドリーム。まあまあ、食らったんじゃない？今のベホマズン全然意味なかったなぁ。ザオリクで。よしよし。ブンタン連携なんか一人で使えるやつは？この爆炎斬りぐらい？じゃあいらない。この、鉄鉱山。鉄鉱山？
ジャスティス、ベホーマーズン、サキュバスウィンク。ほい。あー、右手持った。ナイス。で、回復もナイス。灼熱の炎。はい。ブンタン寝ちゃった、ブンタン。起きて。あー、やった。あ、連戦？わからん。時さえも支配するこの私が、こんな虫けらどもに敗れるだろう。と、頼む、連戦をやめてください、マゼ。だが、このまま倒されるくらいなら、この体もろとも時を破壊して、世界を消滅させてくれる。え？させようとしてんの？みんな逃げよう、とりあえず。とりあえず逃げましょう。逃げて、セーブポイントまで行きましょう。ちょっと、なんて力なの？あの力が放出されたら、この世界は本当に滅んじゃうわよ。どうすりゃいいんだ。逃げます。なになに、え？かわいい。なんちゃって、嘘だ、ぴょーん。どういうこと、この、なんか、なに、予知の神みたいな。わっはっは、いやー、すまんすまん。驚かせちゃったかの。安心せい。さっきの真っ赤な嘘じゃ。元より世界を滅ぼすつもりなどないぞ。ちょっとした冗談ってやつじゃ。あれ、これ、この音楽さ、普通にイレブンで流れとった曲よね。その8ビット版？ヨッチの村の、での話やから8ビットビン、バビア版に、8ビット版になってるっていう、そういう感じ？それに、わしは、時の破壊者などではない。わしは、時の守り神、ロトゼタシアの時の流れを見守る、偉い神様じゃ。なんか、力試しみたいなのしとった感じなんかな。時の、世界の時の流れを見守る、時の守り神様。では、なぜ私たちと戦ったのですか？そうですよ。え、今までの、じゃあ、敵とかおったやん。その、竜王なんじゃら、竜王もどきとか、あの辺とかも。どうなん、なんなん？それは、お主たちが邪神ニゾゼルファを倒す力を持っているかどうか確かめる。え、ニゾゼルファ倒したけど。わしと邪神は共に神に属する者。同じ神として奴が悪さをするのを黙って見ているわけにはいかんかった。そこで邪神を懲らしめる方法を考え、奴と共にこの世界に生まれた勇者ブンタンに目をつけたわけじゃ。冒険の書を傷つけ、歴史を歪ませたのも、すべてお主が邪神を倒す力を持っているかどうかを試すため。そうやったん、すべて。すべてしてやられたかーって感じやな、なんか。冒険の書を傷つけるという手荒な方法を取ったことは申し訳ないが、この方しか思いつかなかったのじゃ。まあ、おかげでだいぶ楽しめましたが。だが、すべての冒険の書をモードに戻すところか、わしまで倒してしまうとはの、誠にあっぱれじゃ。お主が勇者にふさわしいことを認め、歴代勇者と同じように、よっち村の祭壇の間に、お主の銅像。え、ほんまに？やったー！しかし、人の記憶とは不思議なものじゃな。たとえ過ぎ去った時は、戻らなくても、人の記憶は永遠に語り継がれ、世界を紡ぐ糸となる。お主たちが正してきた歴代勇者の歴史も、お主たちが経験した冒険の記憶も、世界を紡ぐかけがえのない記憶なのじゃ。これからどんなに苦しいことがあろうとも、そのかけがえのない記憶はきっと、お主たちの未来を支えてくれるはずじゃぞ。おー。え、では、話はこれぐらいにして、お主たちを幼稚村に送るとするか。やっと銅像がとりあえず立つんでしょう。わしを倒したお主たちなら邪神ニズゼルファもきっと倒せるはず。え、倒したけど、あれは何やったん？倒したつもりなんですけど、私ニズゼルファ。倒せてない。確かにまださ、サマディの上にニズゼルファいましたけど。ただいまー。あ、そこに立つんや、ゾウが。あ、勇者様、お帰りっち。ここに私の像を作ってくれるのね。あら、かっこいい。ね、もうちょっと表に置いてほしいな。こんななんか裏の方にこんなさ、見れへんようなとこじゃなくて。
なんと冒険の書がボロボロになってしまったのは時の守り神の仕業でしたか。え、知らなかった。みんなグルかと思った。時の守り神様は遥か昔、わしらよっち族に勇者の功績を伝えるという使命を与えたと言われるお方。その時の守り神様がわざわざ冒険の書を傷つけたことにはやはり深いお考えがあったのですな。しかし本当に感謝いたします。じゃ勇者様のおかげでよっち族の使命を無事果たすことができますぞ。それでは勇者様、あなたをこれ以上村に留めるわけにもいきません。これでお別れになります。あのさあ、まだハテナハテナになってたさ、クエストも気になるし、もしかしてそのクエストがさ、外の赤ヨッチがいたとこ、なんか洞窟がさ、赤ヨッチに塞がれてたんやけど、そこ関係あるんかなーって思ったり、実はぼんやりしているんやけど、それはどうなんやろう。ちょっぴり寂しいけれど、オイラからもお礼を言わせてほしいっち。本当にありがとうございましたっち。勇者様はヨッチ村の英雄だっち。できればこれからもオイラたちと仲良くしてほしいっち。お暇があればいつでも来てくだされ、みんなで歓迎いたしますぞ。時の救世主、時の破壊者に勝利し、伝説の勇者たちの冒険の歴史を守った者に贈られる称号。え、じゃどうしたらいい、ニドゼルファって。え、ニドゼルファまた倒すな。おじいちゃんが倒れてる。ちょっと待ってよ。とりあえずクエストであのハテナハテナハテナってなっとったやつが、え、まだなん？まだなんですか？その赤ヨッチって言ってたやつね。ちょっとクルチとおじいちバイバイ。それってどれのことかっていうと、これのことなんやけど、勇者様、冒険の書を全部元に戻してくれたそうね。なんていい人なのかしら。私、すっかり勇者様に惚れちゃったわ。人間に生まれ変わったらお嫁さんにしてほしいくらい。そうですか。忘れられた塔の上空に禍々しい気配が現れた。ケトスに乗って調べに行こう。え、忘れられた塔の上空なん？そうなん？あ、忘れられた塔なん？え、なになに？どこからともなくケトスの声が聞こえてくる。ケトス喋んの？クオーンっていうのじゃない。勇者分隊よ、この地よりはるか北西、忘れられた塔の上空に突如禍々しい気配が現れました。このままで、今一瞬なんで明るくなった。世界が危機にさらわれるでしょう。万全の準備を整え次第、私の背に乗り彼の地へと向かうのです。マジかー、今レベルこんな感じです。じゃあ、今かな、そこ。どうしようかな、セーブしたいな。ちょっとサマディで、セーブしてこようかな。サマディどこ？ここの近くってサマディじゃなかったっけ？ホムラの方が近い？あ、もうここのキャンプでいいや。今のところ、ま、ちょっと話するか。今のところ、あとじゃあその邪神を多分倒すだけかどうかはわかんないんですけれども、一緒に暮らすイベントね、幸せになりたいイベントを、誰々したっけ、おじいちゃんと、カミュかなでしてて、まだ全然、文字は読んでないんですよね。もう連打でバーってして、まあ、とりあえずやるだけやって、みたいな感じで。で、もしかしたら 3D で見れないかもしれない。わかんないけど、こっから戻るじゃないですか、前、3D モードにね。その時に、もしかしたら過去に戻されてる可能性があるんで、その場合も 2D でまとめてね、ちょっと話を読んでいこうかなっていう感じになります。3D で見たかったんですけど。まあ、2D で始まり、2D で終わりみたいな感じでもいいかなと思うんで、とりあえず、お祈りして、終わろうかなと思います。ということで、今回はこのあたりで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。